はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、天気が良かったので屋上でまた撮影してみてるんですけど、こちらのチャンネルではですね、このようにカメラ関係ですね、メインでお話とかですねさせていただいておりまして、ぜひですね、皆さんにこうアドバイスだとかご意見だとか、あとはこう楽しく交流いただいたりとかでコメントいただければなと思ってるんですね。ぜひ今後ともこう仲良くしていっていただければと思いますので、コメントお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、天気久々に良かったので、こちらですね、DJI Action 2とインスタ 360RS ですね、こちらをちょっと比較してみようかなと思いました。はい、現在 GH6 で撮影してるんですけど、今 ND フィルターと、シャッター速度をですね200分の1秒までしてどうにかこう明かりを保てるって感じなので、今後ですね、この ND フィルターの選択っていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなと思います。でバリアブル ND フィルターなんで、その辺こう X 上のムラが入ってしまうっていうところがあるので、そこら辺をですねこう、あんまり出ないようなこの現行率、それをちょっと探っていこうかなと思いますね。はい、本日ですね、ようやくこのアクティブ HDR モードがですね、ちゃんと試せるなっていう天気です。しっかりとこう青空ではないんですけど、こう空もなかなか場所によってですね、こう青いところがあったりとかですね、あとこう建物とかのコントラストとか、こんな感じで見ていただくとですね、なかなか面白い撮影ができてるんじゃないかなって思います。このモードですね、30フレームまでしか撮影できないんですけど、普段の撮影とこう使い分けるときに30フレームぐらいの撮影と、普段 4K60 フレームで撮影してるんですが、それとのこう切り分けとかにも便利そうだなと。正直このインスタ 360RS なんですけど、液晶の感度っていうのが非常に私には使いにくくですね、今のところその改善の兆しっていうのがないので、このファームウェアアップデートとかでわからないんですけど、そういったところでこう一つの選択のですね、手法として使えるなっていうのが正直な感想でして、この色合いとかっていうのがとてもいいと思います。で今発見したんですけど、こちらのアクティブ HDR モードなんですけど、露光条件ですね、すべてこう本体内でやってくれるみたいで、今100分の1の、4K60 フレームの100分の1の ISO マックス800までの設定で真っ白でこう映らなかったんですよ、明るすぎて。というところでも問題なくこのように調整して撮影してくれるんですね。で、ちょっと自撮りをしてみます。はい、このような感じですね。新宿を背景にしますとこんな感じですね。空の兼ね合いとお肌の色とかいかがでしょうか。はい、それでは早速なんですけど、このインスタ 360RS ですね、こちらのアクティブ HDR モードって試してみましたけど、いかがでしたでしょうか。これピント合ってるかな。先日、こちらのインスタ 360RS ですね、こちらのこのレビューの動画をですね GH6 で撮ってみたところ、オートフォーカスも思いのほか高速でしたし、あとピントっていうのは外れるのも一部ダメでしたけど、なんか概ね合ってるなっていう感じで、とても使いやすかったと思いましたね。というところでこの GH6 で今後レビューでどんどん使っていこうと思ってます。であと 4K の60フレームの撮影がですね結構いいなと感じなんですね。というところで本日このように進めていこうと思います。はい、そしてですね、こちら本日インスタ 360RS の方なんですけど、この音声の収録モードをですね、風切り音低減からステレオモードに切り替えております。こもったような音になったりしてしまうのが結構ですね、この補正の方でダメになっちゃってるんじゃないかなっていうのと、あといろいろこう考えてですね、そのモードを採用してみようと思いました。はい、それではですね、このともにインスタ 360RS DJ アクション2とですね、1000分の1秒までこうシャッター速度上げないと、ほぼほぼこう適正な露出じゃないかなっていうぐらいの感じで、その前後でって形になると思うんですけど撮影しております。でこちらがそのカラーモードはですね、ノーマルのカラーモードですね。インスタ 360RS の標準かな。で、DJ アクション2の方がノーマルというカラーモードになります。で、このように、撮影して、背景の感じとかですね。あと、私の肌の色とか、このダイナミックレンジとか。ダイナミックレンジって言うと言い過ぎなんですけど、どのような顔色で映ってるかなとかっていうのがわかるかと思います。ちょっと比較していただければいいなと思いますね。はい、で、続きまして、インスタ 360RS の方が、ログ撮影ですね。で、同じように DJ アクション2の方が D シネライク。こちらちょっとログのモードがないので、そのような、色がですね、抑えられたモードで撮影しております。で、この後なんですけど、ちょっとカラーコレクション、カラーグレーディングを簡単にしてみます。
はい、というところで今切り替わったと思うんですけど、感じはいかがでしょうか。まあ、今とっても暑くてですね、本当夏日ぐらいなんじゃないかな。座ってるだけでもですね、風が吹いてるにもかかわらず汗がにじんでくるぐらいの気温なんですよ。まあ、寒いよりは気持ちがいいなと思って、まあ、楽しんでおりますけど、汗かくのだけちょっと嫌ですね。はい、それではですね、カラーモードとしては DJ アクション2の方はこの鮮やかなモードってのはないので、ノーマルに再び戻しております。でインスタ3601RS の方はですね、鮮やかというモードで撮影しております。まあ、それでこう背景とか、まあ、私のこう顔色、人のですね顔色とかどのように映ってるかなというところで見ていただければなと思います。やっぱりこう ND フィルターがないとですね、こういう時撮影とってもこうアクションカムでも困るなと思います。おそらくそのシャッター速度が1000分の1秒まで上がってしまっているので、まあ、相当こうちょっとこういう風に動かした時とかこうパラパラ漫画みたいにカクカクしちゃっていて不自然なんじゃないかなと思いますね。まあ、その辺の感じとかっていうのも、まあ、ND フィルターの必要性をこう改めて認識できるというところで、まあ、こうなっちゃうんだなっていう感じで見ていただければなと思いますね。はい、このようにですね、今こちらDJ アクション2とインスタ3601RS ですね、この2つを簡単に比べてみました。で今こう撮影した時間っていうのは本当5分ぐらいなんですけど、日光の影響とかもあって両方ともちょっと熱くなっちゃってますね。まあ、この辺この熱耐性ですね、熱耐性というかその熱停止とか熱暴走とかの検証っていうのも今度してみたいと思います。でまたちょっと汗が垂れてきてるんですけど、今日洗濯間違っちゃったなと思っていて、このコーヒー持ってきたんですけど、アイスコーヒーじゃなくてホットコーヒー持ってきてるので飲むたびに汗が出てくるんですよ。まあね、アイスコーヒー美味しい時期になったんでいいんですけどね。はい、それではですね、本日のこの検証っていうのはこちらをですね、私もこの後動画編集をしまして見てみようと思うんですけど、まあどのような感じに映ってるかなっていうのは非常に楽しみなんですけど、まあこう使って本当短い時間、まだインスタ 3601RS に関しては本当短い時間使っただけなんですけど、まあそれでもですね、本当私の感覚程度ではあるんですけど、椅子をですね上げていった時のノイズ耐性とかっていうのはこちらインスタ 3601RS の方があるんじゃないかなっていう現段階での感じですね。まあ、この一つ前の動画が暗いところでその桜をですね、神田川の河川敷で撮影して、まあ、椅子を上げていった時にどういう感じになりますみたいな感じでやった動画があるんですけど、そちらを見ていただくと分かると思うんですね。であとまた今度なんですけど、このような感じでこのインスタ 3601RS と DJ アクション2と、まあ、持ち運んでみてですね、こう同時同じような環境で撮影をしてどのような動画が撮れるっていう、まあ、その撮影に持っていってのこの検証ってしてみたいと思います。今日はですけど、このまあ本当ファーストインプレッション的にこう比べると似たようなモードと、あとカラーモードを変えていった時にどうかなというお話でこう収録させていただきました。まあ本当この撮影モードに対しての感じと、その磯のですね体勢とかノイズの感じとかっていうのは、このあくまで私の感覚なんですけど、まあ本当やっぱ新しい世代のアクションカムってことでですね、今後いろいろ期待ですね。ファームウェアのアップデートでどんどん、まあ両方とも新しい世代なんで、ファームウェアのアップデートでどんどんこう性能良くなっていくっていう期待はまだまだ持てると思うんですよ。はい、それではですね、今日ちょっとめちゃくちゃ暑い中 GH6 を持ってですね、 ND フィルターを装着して、このインスタ 3601RS と DJ アクション2とですね、でこのインスタ 3601RS の方は集音モードを風切り音低減からそのステレオモードっていうのを変えてみたので、少しそれがどういう風に変わってるのかなっていうのも楽しみです。まあ、このようにですね、今後もこういう風な写真や動画、まあ、カメラの機材とかですね、あと私の大好きなオールドレンズとかの話っていうのをどんどんこちらのチャンネルで出していこうと思うので、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルの高登録とグッドボタンいただければと思います。であとですね、先ほど冒頭で申し上げました通りコメントとお待ちしておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。では本日はありがとうございました。失礼いたします。はい、こちら GH6 なんですけど、今ですね、30分は回してないぐらいですね。 ずっとこの GH6 だけは回しっぱなしにしてたんで20分ぐらいだと思うんですけど撮影しておりました。で炎天下、本当に私が汗をこうかくぐらいの感じと、まあ黒いボディで直射日光がこの辺に当たってるって状況で、まだファンの方が低速程度の感じでしか回ってないですね。このちょっと静かにしてみるんで聞いてみてください。はい、こんな感じでまだ低速でファンが回ってる程度です。まあ本当この空冷っていうのもすごいですけど、このパナソニック機の熱だとかに対するこの収録を続けるよって安定性信頼性ってすごいレベルですね。まあなんか本当以前ですね、真冬に
ZV-E10 と α7C を持って屋上に来たときは、その直射日光が当たってるってだけで割と早い段階でこの高温マーク出てしまったんですよ。それを考えるとですね、もうこう触ってもこう、ボディも案外熱くないんですよね。でもインスタ 360-1RS とか DJ アクション2とかも触ると熱ってぐらいの感じになっちゃってるのが、まあ、これだけ違うのがすごいと本当に思いました。